で、話言うんはなんなん？伊勢や、熊本第一の3年生の。はあ、昨日利用させてもろた。あの。まさか文句言いに来た？あれは勝負や。恨むんやったら先を読めず展開につい。御堂筋、御社作詞や。昨日アンコンランに乗じて優勝は手にした。そんな恩師なら分かったじゃなかったや。ほうほう。ほうほう。ほうほう。これは勝負や。僕が何か教えたる義理はないよ。しゃあないな。君らには仮運があるみたいやし。ただし、一つ条件がある。条件。最終集団のスタートか。トップとはだいぶ差がついてるな。俺は熊本第一キャプテン伊勢信也や。伊勢？今からこの集団は俺が指揮官だ。おやんたい、今日は最終日、後ろもはなか。力は出し切れ。力合わせて先頭まで行くぞ。俺たちの底力見せつけんでよかぜ。これだけの人数いればいけるんじゃないか。そうだ、この集団なら先頭に。先頭、よし、そういきめ、速度も上げた。待っててくださいよ、小野田さん、今泉さん。ブラー、てめえオレンジ、何がカブラギ号だ。はえー、去年優勝の総北と王者箱根学園が強調してる。最終日は大集団ができやすい。もしも彼らが意志を一つにして追いかけてきた。心配性だな、東一郎。去年、それで大きな混乱があったからね。この音は、主君。君らはピラニアや。どんなに鋭い歯を持っとっても、一匹やったら簡単に追い払われる。二十匹やったら。何なんと怖いよ、ピレニア。もっとペースを上げんだ。反面、大きくなった集団は掌握するのが難しゅうなる。どうしたんですか、青柳さん。落とし物でもしたんすか。お給食は背中のポケットにしっかり入れとかないと。風向きが変わった。安心してください、何も起こりませんよ。お、ほら見えましたよ、二人。御堂筋。昨日2日目優勝の御堂筋が。鳴子。あれ、鳴子さん。鳴子、マジオチか。鳴子、列から飛び出してついてけんくなったんか。昨日、足を使いすぎて動かんのか。お前に勝ってそれを取り戻す。そのつもりで積んできた今まで。ゆっくり寝たらええや。勝者はビッシュ。勝利の…ナルコ、上がれ。もう限界だ。くそ。ほなな、ワカメ。僕はここで落ちる。確かにそれは事実。安心せえや、ナルコ。この事実、すぐにひっくり返したら。伊勢、来たな、山口。ああ、ここからは俺たちもピラニアの一員や。聞け、今からこの集団の指揮は俺が取る。この京都伏見、山口。いつも御堂筋の陰に隠れててさ。御堂筋。2分後には俺が引く。それで文句はないやろう。あ、分かった。これは山口の独断じゃなく御堂筋の作戦だ。伊勢さん、今の話本当ですか。そうばい、遜色を最小にするために
俺が集団のペースを上げ、山口たちと合流。そん勢いのまま、御堂筋の元場目、戦闘場目指すことになったろう。戦闘？いける、いけるぞ。本当に戦闘に追いつける。カール、俺の次はお前や。ええか、すぐ交代する。船津、交代や。ああ、もう分かりましたよ。昨日話した通りや、山口くん。分かっとる。人が強る想像を超えるほどにじゃ。聞こえる、雑魚の音が。集団、雑魚の集団。あれはピラニアの大軍や。ピラ、なんやのそれ。迎えに来たぞ、御堂筋。待っとったよ、山口くん。